源氏物語源氏物語の登場人物横川の総図横川の総図は、源氏物語に登場する架空の人物。横川の総図とは、総図の位をもって横川を拠点に活動している僧侶であることに由来する故障である。源氏物語の登場人物の中で、これに該当する人物としては、榊の巻に登場する藤坪中宮の,のおじにあたる人物もいるものの、 通常、源氏物語の登場人物として、横川の僧図と呼ぶときには、手習い巻以降に登場する浮船を助けて、出家させた人物のことを言う。多くの弟子を持ち比叡山の最も奥にある、横川中道を拠点に修行しているしばしは宮廷に、呼ばれるほど、徳の高い僧図の位を持った僧侶である。年齢は50歳くらい。受水したが死にきれなかった浮船を助ける。 後にその願いを聞き、浮船を出家させた。この人物は、意図尊き人と記されており、優れた僧侶としての側面を持ちながらも、年老いた母にが病に倒れたと聞くと修行を、中断して母の元に赴くようなともすれば、俗物的とも見えかねない側面を共に持ち合わせている。現氏物語には、多くの僧侶が登場するが、 この人物ほど人間が描かれている人物はいないとも、され、源氏物語の終盤の二巻において様々な問題を提供する存在であり、浮船物語宇治十条、ひいては、源氏物語全体の主題、構想を解明する手がかりとして、源氏物語において最もよく議論される、テーマの一つになっている。この横側の想図には何人かの経緯が記されているが、 その中で特に相図に影響を及ぼす形で、作品中でも重要な役割を担っているのは兄に、なっている母親と妹であり、この二人は共に、比叡さんの西坂本の小野に住んでいる。妹はかつて門の徳と結婚して娘も儲けたが、夫にも娘に先立たれた後出家し、登場時点で、五十ばかりと記されている。この妹には浮船を中将と結婚したが、 死んでしまった娘の身代わりだとして喜び、浮船を娘の夫であった中条と再婚させようとし、中条もその気になって浮船に歌を送ったりしている。一部の古形図において、この妹には本文中には使われていない、実在の人物である横川の総図のモデルとされる、原神の妹である安陽にの名前で記されており、そのような古形図は、 暗様に本古経図との名称で呼ばれている。母には、80余りの、と記されており、源氏物語の登場人物の中で年齢の明記、されている人物としては最高齢である。その他を意に、キー神になっている人物がいる。この人物のモデルは、源氏物語が成立した時代の著名な構造であり、想ズの位を持つ、横川を拠点に活動している。 僧侶になった母と妹がいるなど多くの共通点を持った原神とされており、古くは室町時代初期の注釈書である川会省に何がし、僧図とは、しん僧図なりとの指摘がある。この横川の僧図は、源氏物語の本文中において何がしの僧図と形容されているが、源氏物語の本文中において何がしと形容されているものは、源氏物語が書かれた。 当時の人々にとって何のことであるのか明らかな場合にのみ使われているのであろうとされている。ただし、作中の横川総図と史実の原神総図とを詳細に比較すると母にが比較的早くに死去したことや妹にの結婚歴の有無など異なる点も多く原神総図に準拠しているとは言い難いのではないかとの指摘もある。横川の総図は直接には 以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。なお、この人物は、鎌倉時代初期に書かれたとみられる、源氏物語の補作である、山地の炉にも登場しており、暴走図、荘図などと表記されている。初瀬門での帰りに、病気の母にを宇治に出迎えた檻に見投げしたが死にきれず、宇治院の木の下に倒れていた浮船を見つける。弟子たちが、 変化のものではないか、すでに死んでおり、死体に触れると汚れるなどとして反対していたのを、押し切って助ける。観音からの授かり物と考えた妹にのために、浮船を、おのの草案に連れ帰る。さらにいつまで経っても浮船が正気に戻らないため、修行の山ごもりを中断して、浮船のために手法を行い蘇生させる。意識の戻った浮船の懇願に負けて受戒する。 その後一品の宮病気回復祈願のため宮中へ、赴いた際赤市の中宮野に、蘇生の不明な女性を助けたと、浮船の噂話をする。赤市の中宮野から、蘇生の不明な女性の話を聞いたカオルが、浮船のことではないかと考えて、横川を訪ねたことにより、ーズは初めて浮船の蘇生を知ることになる。その後カオルに頼まれる形で浮船に手紙を書いて、 小気味に託している。横川の総図が浮船に宛てた手紙の内容については、浮船に原則を進めるものとする解釈が、民交イリスワイ書院の戦以降古注釈の時代には一般的であったが、他屋よりとしが原則を進めているのではないとする解釈を示して、以来、この手紙が原則を進めているのかそうでないのかということについては、 ご注釈以来の原則を進めているとする解釈が有力ではあるものの賛成、反対様々な議論がある。芥川龍之介の短編小説である地獄編や邪収門にも横川の想図なる人物が登場している。これらの作品は、源氏物語の横川の想図とは直接の関わりはなく、宇治周囲物語、大鏡や、 映画物語などの記述を元にしたものであるが、それらの記述はいずれも実在の僧侶、原神がモデルとなっていると見られる点が、源氏物語の横側の僧図と共通している。ありがとうございます。